はい、今日もね、コメダコーヒーにやってきました。なんとですね、第1弾のオメガ紙はもう売り切れました。まだだって2日、いやー早いですね。さすが鬼滅の刃です。今日はね、卵ペーストをやった B セットをいただきます。はい、そして今日はですね、これはですね、同僚でコメダに行ってる人に聞いたちょっとおすすめメニュー、フィッシュフライバーガー、そう、チーズが持っていて、タルタルか、いやーこれ美味しそうだな、めちゃくちゃ。グラックルのパンがめっちゃ美味しかったんで、もうこれにもめちゃくちゃ期待してます。パンはグラクルと一緒だよ。いただきます。美味しい。なんかそのもののクオリティではマック超えてますね。まあマックは手軽っていうのが売りなんでね。いやーうまい。はい、ごちそうさまでした。いやー今日はね、モーニングプラスフィッシュフライバーガーをいただきましたけど、フィッシュフライバーガーも美味しい。 いやフィレオフィッシュを超えるフライバーガーを初めて食べました。やっぱね、こういうまあ鬼滅の刃きっかけだけど、素晴らしいお店を知ることができてすごく良かったと思います。いや今日もいい日になりそうだ。皆さんじゃあ日曜日しっかり過ごして、また明日から頑張れるようにね、しっかり過ごしましょう。はい、ではね、今日も充実の朝でした。スタンプも7個目が、たまりましたね。まあ、まだでも全然この1枚目の半分もいってないんで、はい、まだまだね、この特典に次は B 賞とかにしようかな。なんかまあ最大、あ、4、あ、でもこれが1枚目のってことか。1枚目って書いてるってことは2枚目があるってことなんだね、きっとな。はい。ではね、皆さんもぜひ、いい休日をね、過ごして、またね、まあ何度も言いますけど、本当に月曜日からまた頑張れるようにね、行きましょう。月曜日が一番ね、大変な日なんで、精神的には。っていう統計も出てますのでね、しっかりそれを頑張れるように、今日一日を素晴らしい日にしてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。